都立高校受験生の皆さん、こんにちは。平成22年度の国語の解説の方を始めます。まず平成22年度の国語の全体的な特徴をお伝えします。1番が漢字の読み、2番が漢字の書き、3番小説、4番論説、5番が古典関連の、古典関連の問題です。構成としてはだいたい例年通りの形です。そうですね、内容に関しても毎年同じような設問がたくさん出ています。ですからこの平成22年度の国語の問題もしっかりと分析して、都立高校の問題がどういった形で作られているのか理解していけば、高得点が狙えるかと思います。では問題を、解説を始めます。